で。で、で。なるくで。飯入れて。飯入れて、で、で。いくたそんとる。よれ。マイキードハラノーノーノーノ5kg ぐらいあります。で、鶏肉と、馬肉になります。まあ、馬肉の方が、好きだったり食べやすいので先に食べることが多いんですけど、ね、今関連の鶏肉になります。韓国は奥歯のレッツ肉歯という、まあ、尖った歯があるんですけど、その歯を使って噛み切って食べていくので、牙もあるんですけど、牙はあまり使わないですね。
草食獣の場合は平らな歯です。すりつぶすような食べ方だったり、歯の形してますけど、肉食獣の場合はそういう尖った歯が多い。骨ごとバリバリ噛んで食べてる。まあ今まだ4歳で若いので、あの食欲もすごくあるかなって感じで、まあ揚げたらよく食べるんですけども、まあ季節的に暑くなってきたりとか、まあ今ももう暖かくなってくるので、残したりとか、まあ後で置いとこうかなっていうのが増えてくる時期でもありますね。1回にもう肉食獣の場合はドッと上げて、あとは休むという感じでやってますね。まあ、朝と昼とか分けても食べるんですけど、まあ、必要がなかったら、まあ、1日1回という感じでやってます。どうだろうな、大体手羽先とか首の方がいつもよく食べるので好きなのかなと思いますけど、まあ内臓なんかもね、きれいに食べたりもします。最後馬肉の血の汁とかも好きなので、きれいに切れてこなめていく。